ソリン価格の高騰や環境破壊の問題などから現在ハイブリッドカーや電気自動車などが注目されていますが、こうした中、私どもは水から直接発電すると。そう、大阪でなんと水だけで動く車の説明会が開かれました。本当に水だけで動くんでしょうか。そこで今日は水で動く自動車を見に行ってきました。こちらが水だけで動く車。一見普通の小型車のようですが、車体後部を覗いてみると何やら四角い箱のようなもの。これがウォーターエネルギーシステムといって、水だけで発電する装置。ここに水を入れると、ご覧のように車が走り出しました。音も静かで驚くほどスムーズなんです。その仕組みは、水を装置に入れますと、水が私どもの開発しました、ある特殊な金属および膜を通過することになります。で、この通過の際に電気が発生すると。実は水で発電するというシステムはすでに開発されていて、このように水を入れることで発電する水電池というものも販売されています。今回の発電機には水電池より多くの電気を発生させる物質が入っています。それがどういう物質なのかは残念ながら企業秘密だということで教えてもらえませんでしたが、その電気を一度蓄電池に貯めることで車を動かす力を生み出しているんだそうです。今のところ水1リットルがあれば時速60キロから80キロでおよそ1時間は走行可能なんだとか。ここで今日の紹介ポイント。もしこのシステムが本当なら、車を走らせる以外にも地震など災害用の自家発電などに応用できるかもしれないんです。このウォーターエネルギーシステム、もしかしたら驚きの発明なのかもしれません。